イズに正解できなければギロチンのお仕置き。4人の運命は。ハッピーハロウィンギロチンクイズ。少し早いですがハッピーハロウィン。それでは皆さん上見てください。おー、なんだこれ。いやいや、おかしいよね。ちょっと物騒なんですけど。物騒、物騒、怖すぎる。今回はハロウィンにちなんでホラーな企画をやろうということで、このギロチンをなんとホロライブ事務所が用意しました。イエーイ。恐ろしいな、ホロライブって。やべえ事務所だな。まあ、とりあえず自己紹介やっときますか。はい、皆さん、ここキズでハロウィンのディナーに並びたくないキツネ、白髪吹雪です。お願いします。ハッピーハロウィン。ジューシーなお肉だ。ジューシー、どこを見ていってるんだ。美味しそうだ。一番ジューシーやんけ。実っておる。公式でこんな恥ずかしめを受けて女キスとして生き恥です。殺せ、殺してくれ、今すぐ。はい、へーこんかなた。ちょっと今日はね、別の意味で展開に帰りそうなあまねかなたです。よろしくお願いします。はい、ホネラルブコキセロユキハナラミーです。今日はね、かなた先輩と同じ髪型。ねえ、姉妹みたいじゃない。いや、もうこれは勝ったな。ということでよろしくお願いします。何をやるのかと言いますと、ここに首謀者からの手紙があるので読み上げますね。今から4人にはクイズに挑戦してもらう。5問間違えるとギロチンが落ちてさようなら。この配信から脱落してしまうというデスゲームとなっている。この4人の中には1人、参加者のふりをしている我々の資格、凶悪なジョーカーが混ざっている。ジョーカーは全ての問題の正解を知っている。クイズに正解しつつジョーカーを見つけ出してこのクイズから生き残ってみろ。はぁ、あ、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 おっと、これは開始の合図です。それではギロチンクイズスタートです。まずはハロウィンに関する問題です。なんだって。ハロウィンのシンボルとなっている野菜といえば何でしょう。あー、なるほど。なんか幼稚園じゃないんだから。急に切り出す。こんなの簡単すぎるな。あんな、ちょっとバカにしてます。それでは回答を見てみましょう。一斉にオープン。はい、お、かぼちゃ、パンプキン、かぼちゃ、かぼちゃ、かぼちゃ。正解はかぼちゃです。余裕ですね。余裕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 。ハロウィンは10月31日ですが、その翌日11月1日は日本では何の日でしょうか。A. 寿司の日、 B. 天ぷらの日、 C. 忍者の日。さあお答えください。簡単ですね。ちょっと待って待って待って、いきなりちょっと、なんかレベルがすげえ違う。なんでだ、なんでだ、何の日だ、なんだこれ。それでは回答見てみましょう。一斉にオープン。 A、C、B、C と割れましたね。割れてる、これだ、完全に割れてる。はいはいはい、じゃあラミーさんどうして C に。これなんだ、最初に言われると間違えてるパターンだぞこれ。そんな、そんな、そんな、右から行くっていう。ラミーのことじゃねえな。でもこれ忍者といえばこうニンニンってこう手やるじゃないですか。その手が1みたいだから。確かに。でもなんで毛虫描いてんの。え、これ可愛いかなと思って。香り合いが始まってます。僕はですね、あの天ぷらの日、エビ天、エビ天、エビ天の111かなと。あ、なるほどですね。賢い回答だと思います。そして吹雪さんどうでしょうか。寿司の日で、私もでもカナタンとちょっと似たような感じで、はいはい、マグロとか並べた時にこう一貫とか言うなって言うし。なるほどなるほど、確かに。正解は A の寿司の日でした。ふぶきさん正解です。これは高速臭いぞ、高速臭いぞ。これを当ててくるのはちょっと変じゃない。あやすないよ、お絵描き問題です。日本列島はどんな形。いやー、出てくれ、出た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 、そういうの。いや、これはさすがに
かけますよ。これは余裕だな。余裕だね、ナメちゃんとね。それでは回答を見てみましょう。一斉にオープン。この通りになりました。はい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 、はい、すごい細かい。あーなるほど、みんないい感じなんだよ。結構細かく書いてる人は結構怪しいので、って見てるって言ってたもんね、ジョーカーは。あ、確かに。正解はノエルさんです。お、やった。はい、1人一番細かかったということで1人だけ。一番細かいだけ。なんでそんな優劣でですか。みんな仲良くじゃないんだ。正解の理由があるそうですよ。なんか忖度じゃないんですか、これ。九州のサイズ感がちょっとあのなんかサイズ感だと尻尾がなくなってる感じに。確かに九州こんな小さくない。そしてカナタさんも同じ理由だそうですね。九州ほらこの左上にいるじゃん。あ、左上。え、そうだ、左上に九州の沖縄がいるんですよ。あ、もう分裂してないから。なるほど。ママ縛りになっちゃった。だからさ、続きが左上にあるんですよ。だとしたらイマジナリー日本なのでちょっとダメですね。おかしいでしょ。そして吹雪さんは顔と手がついてるからダメと。あ、そこかーやってる。かわいかったけど。そんなだな。これはじゃああれか、ノエルンが資料を見て書いてる可能性もあるということです。いやー、そういうことだよね。あー、はい。日本酒の大吟醸といえば精米部合が何パーセント以下の日本酒のことでしょう。大吟醸。 A 50% 以下、 B 60% 以下、 C 70% 以下。これラミーちゃんずるくね、わかるだろう。え、でもこれはね、確かに常識だよ。常識、一般常識。ふきさんとかなたさんはちょっと不安ですかね。わからないです。赤ちゃんだからおたけのことわかんないよ。ちょっと殴りたいですね、一発。それでは回答を見てみましょう。一斉にオープン。 B、A、A、A ということで、ふきさん以外 A ですね。 A なの。ノエルさんとラミさんはちなみに A っていうのはもう元々知っててっていう感じですかね。いやー、もうもちろんですよ。常識です。なるほど。カナタさんは勘ですか。勘です。あれ、正解は A の 50% でした。鈴木さんだけ1ポイントライフが削られます。ちなみにラミさん、大吟醸と合わせるなら何がいいですか。いやー、煮つけ。煮つけか。渋いな。問題です。秋といえば栗が美味しい季節ですね。栗のお菓子モンブラン、皆さんお好きですか。もう美味しいですね。ではその名前の由来になった山はどれかお答えください。 A、B、C どれでしょう。知らんわ。ちょっと分からんのですけど、ヨーロッパのあれですよね。ご存知ですか。ヨーロッパのあれ。ここも勘で当てるしかないな。これかな。回答そろそろ見てみましょう。一斉にオープン。 C、C、A、A。 あ、割れましたね。ちょっと待って、ラミちゃん、ラミちゃん、それウンチーですよね。モンブランといえば茶色だろうが。ふぶき先輩が書いてるモンブランと一緒じゃん。ふぶきさんのモンブランがモンブランでしょう。モンブランかな、やっぱな。正解は C のモンブランでした。え、でもこれ難しいな。これはちょっと難しいかもしれないですね。難しいよ。やばい、あと2だ。どうですね。残機2だね。ここまで来てちょっと一つ思ったのが、ラビーちゃんはもしかしたらジョーカーじゃないかもなって思ってきましたね。なんでですか。いや、間違いすぎてるし、うんちまで書くから。4と同じ残機だ。ちなみにカナタさん、一番怪しいのは誰なんですか。まあ、団長かな。残機が4も残ってる。いやいや、みんな、いや逆にさ、なんでわかんないんだよ。ね、日本地図の時のね、そんなボタンが怪しかったな。でもね、ラミーはね、逆に風吹先輩かもしれないと思ってる。うん、そう、いやいやいや、とんでもないよ。やり方が上手い可能性。確かに確かに。逆に難しい問題をなんか手抜きしてる感はある。恐ろしい。お酒の瓶などで使われている一升瓶、
その内容量は何ミリリットルでしょう。どうしてお酒の問題こんな多いんですかね。ハロウィンですよ。これさ、ラミーちゃんへの忖度じゃないんですか。え、なんかちょっと大丈夫ですか。逆に問題からこれはジョーカーを導き出せるのでは。逆にこれ分かるからこそ、でもなんか疑われそうで嫌だ。あー、これどう取るかですね。確かにね。一緒一緒。一斉にオープン。1500ミリ、1800ミリ、1000ミリ、1800ミリリットルということですね。あれ？正解は1800ミリリットル。サミさん、ノエルさん正解です。1800なんだ。1800だよ。ちゃんと細かい解説まで書いてますね、ラミさん。シュゴーミンね、あの小さい方のよくお店とかで多分皆さんが見る方は720です。はいはい、おー、そうなんですね。で、一升ってだったよ。1リットルかと思ったよ。え、ハンセンパ瓶ボコボコじゃないですか。いやいや、右下に一升瓶の形がさ、ボコボコ。ちょっとね、ラフランスをイメージさせていただいたんです。このままだと僕、首飛びますね。そうですね。危ないかな、そろそろカナタさんが危ないっていうことなので、ぜひぜひ、ちょっと次正解していただきたいですね。これはサービス問題です。サービス問題？サービス問題？これは何という数式でしょう。はい？お答えください。ちょっと、勘でもいいのかな？あー、もうカナタさんはね、いいね、あと1、もういっそボケるかどうか悩むとこ。それでは皆さん出揃ったそうなので一斉にオープン。大自然の定理、ナチュラの法則、あと、あ、宇宙ですね。フェルマーの定理、因数分解。めっちゃいいだ。あ、宇宙猫いますね。宇宙猫いる。放棄されてる。もうなんよ。じゃあラミーさん、因数分解点点点とありますが、いや、もうラミーが210年間生きてきた中で覚えのある言葉がこれです。因数分解でもちょっと漢字では難しかったですか。分解しか漢字書けないから。カナタさん、ちょっとライフがかかっておりますが、フェルマーの定理、ツーリングラブっていう曲、なんかちょっと数式とかに当てはめる曲があるんですけど、その中になんとかかんとかフェルマーとかオイラーっていう言葉があって、それを調べたことがあるんですね。数学って言ったらその辺が思い浮かんだので書いてみました。なるほど、はいはい、ありがとう。そしてもう答えるのは諦めたノエルさん。はい、もう無理です。そうですか、全然浮かばなかった。正解はフェルマーの最終定理でした。惜しいこれはダメなんですか。フェルマーの定理はいっぱいあるんだそうです。どういうこと。フェルマーの小定理とかフェルマーの二平方定理とか、こうフェルマーの定理っていうものがいっぱいあるんですね。その中の最終定理が先ほどの問題の何でしょう、最終形態、ね、はい、最終形態、最終定理ですね。わかんない、はい、なので残念ながらカナタさんバイバイだー。フェルマー当てたのに。何か言い残すことはありますか、カナタさん。フェルマー、お前のことは信じたよ。ギロチン仲間で3、2、1、さようなら。ずっとなんて恐ろしい事務所なんだ。明日は我が身、明日は我が身、はい、恐ろしい恐ろしい。この中には正解をしているジョーカーが一人潜んでいます。3人で話し合ってジョーカーだと思う人を一人挙げてください。これはあれじゃないですか、吹雪先輩かノエル先輩のどっちか。あ、ロミさんが。そうですね、僕も吹雪先輩だと思います。なんか聞こえる、なんか聞こえるぞ、地獄から。地獄ってダメだろ。やっぱ吹雪先輩は何でもできるイメージがあって、やっぱりこういうところでちょっと僕がね、あの首謀者だったら吹雪先輩に答えを渡すかな、吹雪先輩をジョーカーにするかなというメタ読みもあります。メタいな、メタいな。いやでもノエル、ノエルだと思うんだけどな、こうなったら。あ、これなんかボードにこう名前書いてドンで多い人みたいな感じ。あ、それにしますか。それいいですね、はい。ちなみにカナさん、ギロチンどうでしたか。ギロチンの感想は。恐ろしい質問だな。でもショッキングな音がしました。そうですね、しばらく眠れません。あ、本当ですか。何言ってんですか、もう永遠の眠りについてんですよ。起きる気ですね。それでは皆さん決まったようなので開けていきましょう。一斉にジョーカーオープン。ノエルさん、
ふぶきさん、ふぶきさん、ふぶきさん。あー、ふぶきさんの顔がそんなことないという訴えようとしてますね。いや、私じゃないんですよ、絶対ノエルンだ。それでは正解であればジョーカーがギロチン、不正解であればジョーカー以外のお二人がギロチンとなります。いや、怖い怖い、早くおいでみんな。怖いよ。ギロチンだったので、うん、3、2、1、さようなら。ということで、生き残ったのはノエルさん、見事ジョーカーとして身を隠しました。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、正直最初ね、不安だったけど、はい、ちょろかったな。あー、どうも、ノエルさんが展開のお三方、ジョーカーって今聞いたら、うわ、そっかって感じですかね。確かに、でも残機を見ながら当てる問題、当てない問題を選んでいる感じは今思うとするかも。なるほど。いや、なんか言ってんな。でも首はねられてっかな。うっしょ、やっぱやっぱその、あの日本列島は見ながら書いたんだ。うますぎた、うますぎた。日本列島は正直見ながら書いたよ。さすが、細かいところね。それでは最後、ジョーカーとして勝ち残ったノエルさん、締めをお願いします、はい、この動画の高評価と本ライブ公式、そして私のチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。つよつよなんでチャンネル登録よろしくね。それでは皆さん、いいハロウィンを最後ハッピーハロウィンで締めましょう。せーの、ハッピーハロウィン。いや、映ってないやん。確かに。